こんばんは、藤本博史です。前回のラジオ動画第195回目の動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。ポテトさん、ありがとうございます。藤本さん、こんばんはです。今週のヒロプリは、ソラちゃんとマシロちゃんの二人が真のバディになる過程が描かれ、ソラちゃんの心情やマシロちゃんの優しさや思いなどがすごく丁寧に演出されていて、本当に素晴らしい回でした。特にソラちゃんは表面上で強気でしっかりしているようでしたが、内面はかなり、繊細で弱いところが描写されていてよかったです。これから二人の絆が徐々に深まって、どんなコンビネーションや素敵な物語を見せてくれるのか、今後の展開が楽しみです。とコメントいただきました。ということなんですけども。はい。ヒロプリ5話6話と、続いているわけなんですけども、いや本当にこのソラちゃんっていうキャラクターとマシロちゃんっていうキャラクターの素晴らしさが本当になんかこう、毎週こうどんどん理解が深まっていて、本当になんかこうヒロプリっていう作品すごいなと、素晴らしい作品だなとひしひし毎週感じている今日この頃なんですけど、そうなんですよね。ソラちゃんっていう主人公がその1話の時点だとすごくこう完璧超人みたいな、なんかすごくあこれが令和のヒーロー像かみたいな感じの印象を受けた自分第1話だったんですよ。ただ2話以降こう見ていって、今6話まで来てますけど、どん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 空晴れ渡るっていう人間の中にある人間臭さというか弱さというか、ヒーローを目指しているすごく強いキャラクターではあるんだけど、でもその心情はまあ等身大のあくまで14歳の女の子なんだなっていう弱い部分が見え隠れして、特に今週の6話なんかだと、その、マシロちゃんがいないっていうことに対する、まあ、ある意味嫉妬に近いような感情を持っていたわけじゃないですか。まあ、嫉妬とはまた違うかもしれないけど、でもそれに近いものだと思うんですけど、なんかそういうのが、すごくこう、それがなんかこの、ソラちゃんが今まで友達がいなかったっていうところで、初めて芽生えた感情っていうのをまたすごく演出として、うまいなって思ったりして、なんか、この、やっぱソラちゃんって歴代プリキュア主人公の中でも初めての異世界出身っていうことで、それもまたこう設定にうまく組み込まれてるなぁと思って、もうなんか全てがちゃんと理由のある設定演出になっていて素晴らしいなと思っていますね。うん、なんか20周年の作品にふさわしい、なんというか設定というか、新しいことをやりつつ、でもプリキュアとして歴代シリーズがこう培ってきた大切なものというか、こうインスピレーションというか、インスピレーションじゃないな、こうリスペクトしてるような部分はちゃんと表現されていて、なんか本当にこう古参ファンも楽しいし、新規ファンももちろん楽しいだろうし、ひろがるスカイプリキュアっていうシリーズ本当に素晴らしいなと思いながら毎週見ております。本当に楽しいね。で、まあ、今年の秋映画なんかはね、オールスターズっていうのが決まってますから、そのね、今までこう培ってきたプリキュアシリーズの面々に、ヒロプリの面々はどう化学反応を起こしていくのかっていうのも、すげえ楽しみだな。どんな感じになっていくのかな。めちゃくちゃ楽しみです。うん。という感じで、いや、なんか本当に今週じゃないな、今年、プリキュアは本当になんか盛り上がりそうですね。20周年ということで、楽しみです。はい、ということで、ポテトさんありがとうございました。ということで、今週も始めていきましょう。第196回目のラジオ動画ですね。始めていきましょう。改めまして、藤本博史です。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう作品はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なんですけども、それにハマってしまった大人、通称大きなお友達と呼ばれる存在の我々はですね、なかなか肩身が狭いというのが現状でございます。まあ当たり前なんですけどね。なのでそんなせめて大きなお友達界隈に向けてこのラジオ動画を作っております。皆さんからの意見を募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身藤本博史の意見もたくさん喋っていこう、そんな感じのラジオ動画になっております。ということで、ありがたいことで今回で196回目ということで、
200回が迫ってきましたね。200回で何やるとか全然決まってないんだけど、いや、なんかよう続いてるわという感じでございます。ということで、前回のラジオ動画、第195回目のラジオ動画にいただいた、コメントの続き、読んでいきたいと思います。みくみくさん、ありがとうございます。広がるスカイプリキュアって、皆さんの言うように初代2人はプリキュアをリスペクトしてるんじゃないかと思わせるくらいに初代オマージュが多い作品だと思います。そこで思ったのが、ハグッとプリキュアの時のように本編の中であったり、それこそ秋の公開予定のオールスター映画で2人はプリキュアとのコラボがもしかしてあるんじゃないかなと予想しています。藤本さん的にはどう思いますか？自分としてはどんな形でもいいので実現してくれたらとても嬉しいですと、コメントいただきました。ありがとうございます。ということなんですけども、はい、ヒロプリが初代2人やプリキュアの、まあ、オマージュというかリスペクトしてるんじゃないかっていうシーンがすげえ多いっていう話ですね。確かにそうなんですよね。結構まあ露骨といえば露骨って思えるぐらい多いですよね。まあ古参ファンは気づくけど、でも新規ファンはでも気づかないレベルというか、そんなこう気に留めなくてもちゃんと楽しめるようなこう構成になってるのもまたいいなって思うんですけど、まあパッと見てすごくわかりやすいのは、オープニングのね、そのプリズムがその傷ついたキュアスカイをこう起き上がらせようとグググッとね手を引っ張るワンカットあるんですけど、あそこがね、その初代2人やプリキュアのオープニングにねそっくりなシーンがあるんですよね。あれは完全にオマージュしてるなって思うし、あれまたいいなって思うのが、あのプリズムとスカイの配置がなんかこう普通に考えれば逆なんですよ。そのスカイがプリズムを起き上がらせるっていうのが、あの初代2人やプリキュアとかのオープニング構成とかだとそっちの方が自然なんですよ。でもそうじゃなくて、プリズムがスカイを起き上がらせるっていう構図なのがまたいいですよね。それがまた初代2人やプリキュアをリスペクトしつつも、そのヒロプリの味になってるっていうのがすごくこうオープニングトークとかもつながるんですけど、やっぱりスカイっていうのはかっこいいヒーロー主人公っていう感じなんだけど、でもやっぱりまだまだあの成長過程にある主人公、女の子なので、なんかあのオープニングのワンカットもすごくいいなと思うし、まああとはやっぱり5話のねラストでね、2人はプリキュアってね文字列が日記で出てきたのもすごく熱いものがあったし、でもなんかこう何回も言いますけど、そのリスペクトするようなシーンはあるけどもくどくないんですよね。そのちゃんとヒロプリのその味になってるのが素晴らしいなと自分は思っていて、だからこそ自分、このみくみくさんのコメントにもある通り、その本編に2人やプリキュアの2人が出てくるんじゃないかとか、コラボするんじゃないかとか、映画でねどんな感じになるんだろうなっていう話もあるんですけど、自分ここまでこうリスペクトしてるようなシーンがあるんだったら、逆に本編に出てこない方が自分はいいんじゃないかなって思ったりしてますね。まあでもなんだかんだ出てくるかもしれないけどね。自分のこれは勝手な妄想でしかないし、自分のもう完全な希望であるので、本編でどうなるかはわからないんだけど、なんかここまでこうちゃんとスカイとプリズムっていう2人の世界観を作ってるのであれば、あくまで2人はプリキュアっていう初代の要素はそのリスペクトをするっていうその段階というか、そういうところに留めておいて、2人が本編に介入してくるのは別になくていいんじゃないかなって自分は思いますね。あってもそのオールスター映画公開前にそのゲスト出演みたいな感じで1週2週だけ出るとかね、それぐらいだったら自分全然いいと思うんですけど、本編にがっつり絡むっていうのは自分なくていいんじゃないかなって思いますね。だからヒロプリが始まる前とかだと、そのいわゆる仮面ライダーとかスーパー戦隊とかで、まあ最近ね、その過去の仮面ライダースーパー戦隊が出てくるみたいなお話結構あるじゃないですか、シリーズによって。あそこまでこうオールスター感マシマシのこうお祭り作品みたいなのをプリキュアでももし作るのであれば、全然毎週のように過去のプリキュア出てくるのはありだと思うんだけど、ただヒロプリっていう作品なのであれば、そこまで過去のプリキュア出てこなくても自分はいいのかなって思うし、まあなんならエンディングで毎週出るしね、まあ今週はスカイだったけど、だから本編に介入するのは自分なくていいんじゃないかなって思ってますね。まあただ映画ではバリバリコラボしてほしいなとは思いますね。まあオールスター映画ってもう関したものにしちゃってるんだから、そのオールスター映画ではもう全プリキュアまんべんなくできれば喋ってほしいし、活躍してほしいなって思うので、映画な、どうなるんだろうな、ちょっとオールスター F がどんな感じになるのか非常に楽しみではあるんだけど、まあちょっと不安もあるん
だよね。どう77人出すんだろうっていうちょっと不安も入り混じる今日この頃なんですけど、まあまあでも自分は基本的にあのプリキュア全肯定人間なので、あの基本的にはもうプリキュアっていう作品、素晴らしい作品たちを作っているスタッフさんたちをもう全面的にもう信頼しまくってるので、まあまあ出てきた作品は全てあの楽しんでみようかなと思っておりますので、うん、いやーでもヒロプリ改めてね、いい作品だなと思いますね。その過去作をリスペクトしてるような部分があるけど、それがでもくどくなくてちゃんとヒロプリの味になってるのが、ヒロプリらしさになってるのが素晴らしいなと思いますね。うん、はい、という感じで、ミクミクさんありがとうございました。ということで、次のコメント読んでいきたいと思います。スバルさんありがとうございます。初代から名前だけは知っていたけど見ることのなかったプリキュアシリーズ、動画でスカイの変身シーンが流れてきて、その衝撃のままリアタイ勢に合流しましたが本当に面白いです。早く過去シリーズも網羅したい。ところでソラちゃんが見たマシロちゃんがやられる夢は本当にただの夢なんでしょうか。実際キーパーソンはほぼ確定のヨヨの孫というのは敵から見ても利用価値が高そうで、危険が及ばないか心配です、ということでコメントいただきました。ありがとうございます。おそらく初めましてのコメントだと思います。ありがとうございます。まあヒロプリでプリキュアシリーズにハマったということで、もうファンとしては嬉しい限りですね。なんかこれからね、どん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 ヒロプリにハマっていって、そしてさらに過去シリーズ見ることがあれば見てほしいなと思いますね。最近のプリキュアシリーズね、サブスク解禁されてますから、すごく見やすくなってますので、おすすめはDアニメストアかな。Dアニメストアが多分今のところ一番充実してると思いますので、ぜひぜひ過去シリーズ見てみてください。個人的なおすすめは、まあ去年やってたデリシャスパーティープリキュアなんかはすごく見やすくておすすめですね。あと個人的なすごく好みで言うと、ゴープリンセスプリキュアとハードキャッチプリキュアっていう2作品はすごくおすすめです。はい昔からねラジオ動画を聞いてくださってる方からしたら何回目だよっていう話なんですけど、もう永遠にこの話はし続けますからね自分の推しはゴープリとハトプリなので、もうこれはもう一生言い続けると思う。あ、でもトロプリも好きだな。あ、でもスマプリも好きだな。いや、全部好きだな。まあ、全シリーズね、お時間あるときに過去シリーズ見ていただければなと思いますね。うん。はい。でもって、コメント後半の方なんですけども、ソラちゃんが見たマシロちゃんがやられる夢は本当にただの夢なんでしょうか、ということなんですけども、これちょっとあながち自分このコメント見て、深く考えすぎっていうわけでもないのかなって自分思って、なぜかって、今週のゆる考察動画でも話したと思うんですけど、ソラちゃんって、すごくこう、精神的な弱い部分がすごく描かれてるじゃないですか。2話以降、この6話まで来て、すごくソラちゃんっていうのが、もう今まですごく孤独に強さだけを追い求めて、憧れのヒーローになるために強くなってきたっていうキャラクターだから、人間関係っていうのはすごく希薄で、マシロちゃんっていう存在がもう、今、ソラちゃんの中でめちゃくちゃ大きくなってるわけなんですよね。で、もしかしたら憧れのヒーローさんが敵かもしれないっていう今説が浮上してる今、もしそのソラちゃん憧れのヒーローさんが敵だった場合、その敵さんがマシロちゃんを利用するっていうことはありえなくないと思うんですよ。で、本当にこのスバルさんがおっしゃってる通り、利用価値が高いんですよ。ヨヨさんの孫だし、まあヨヨさんはスカイランドのね、すごく博識なこう学者さんなわけなので、その孫を奪ったら、ソラちゃんにダメージも与えられるし、スカイランドにもダメージ与えられるし、で、何より、その、マシロちゃんっていう存在が大きくなりすぎている今、ソラちゃんが、その、憧れのヒーローさんっていうのが敵だったっていうショックと、マシロちゃんがいなくなった、奪われたっていうショックが多分、ダブルでもし来るとしたら、ソラちゃんのメンタルは、どうなってしまうんだっていう今すごく恐怖が自分あるんですよ。まあ今週火曜に出した夜考察動画と全く同じことを喋ってるんですけど、もしそうだとしたら、それはちょっとプリキュアってね、結構過去作からいわゆるトラウマシーンって呼ばれるようなものが結構こう衝撃的なシーンっていうのが過去たくさんあったりするんですけど、それがまたでも作品のね、いいアクセントになって、自分は素晴らしいと思ってるんだけど、でもヒロプリがその1年間こう走り抜ける中で、そのいわゆるアクセントになる部分もそこなんじゃないかって自分は思っていて、ちょっと怖いなって思っているんですよね。でも例えばマシロちゃんが奪われたとしたら、その失
SE のソラちゃんを救うのは誰なんだってなっちゃうわけですよ。マシロちゃんは救えないし、マシロちゃんが多分さらわれてたとかしたらね、ってなった時にもしかしたらウィングとバタフライがこうそこで初登場とかになってくるのかなって思ったり自分はしてるんですけど、どうなんのかな、わかんないけど、いやちょっとね、マシロちゃんがねこう改めて、まあマシロちゃんは白キュアホワイトっていうカテゴライズらしいんですけど、こう例年のプリキュアの見方でいくと主人公ってマシロちゃんなんですよ。いわゆるピンクカラーで、ピンクプリキュアで、優しさでこう全てを包み込むようなキャラクター性を持っているマシロちゃん、キュアプリズムが例年のプリキュアの見方でいくとマシロちゃんが主人公のポジションでもおかしくないんですよ。でもそこでヒロプリはスカイっていう、空晴れ渡るっていう人間を主人公に置いてるっていうのもまたすごくね、なんかこう、想像するとこう今後の展開、ソラちゃんが苦しむ未来がちょっと想像できちゃって怖くなっちゃうんだけど、どうなんだろうなっていう感じがしますね。いやー楽しみなような怖いようなそんな感じがしております。はい、という感じで、スバルさんありがとうございました。藤本博士の動画、はい、ということで次のコメント読んでいきたいと思います。大好きにゃんこさんありがとうございます。藤本さんコメント拾っていただいてありがとうございます。お体に気をつけながらお仕事頑張ってください。藤本さんの切り抜き動画が、ニコニコでランキング上位で人気なので、その延長で2時3時の企業 CM やあなたも VTuber になれるみたいな2時3時プロモーション映像を藤本さんが制作したら楽しそうだなと思いました。藤本さんが推している VTuber さんの小野町はるかさんのヒロプリ同時視聴も楽しいですね。今週も楽しかったね、また来週みたいな、流し見ではなく、毎回見終わった後に振り返ってしっかり感想を話してくれるのが嬉しいですよね。藤本さんのコメントも何度も読まれていましたね。小野町さんが、第4話1回目見た時に泣いちゃったよと言っていたので、藤本さんとしては泣いている小野町さんが見たかったんじゃないかなと思いました。あと小野町さん予想の物語後半にマシロちゃんがソラちゃんの 手帳を見ていろんな思い出を思い出して泣いちゃうという展開が想像しただけでもう泣けちゃいますということで、コメントありがとうございますということなんですけども、はい、プリキュアの話とつながるようなつながらないようなっていう感じなんですけど、すいません、興味ない方からしたら全然ねわけわかんない話を今から少しするんですけど、まあ自分この藤本博士っていうチャンネルでプリキュアの動画をたくさん作ってるわけなんですけど、それと同時にまあ自分 VTuber さんっていう文化がとても大好きで、でその応援する意味も込めて切り抜き動画っていうのを作ってるんですよね。うん、まあちょっとね目にした方もいるかと思うんですけど、でそれで特に自分が推しているというか特にこう見させていただいているのが小野町はるかさんっていう VTuber さんがいらっしゃるんですけど、まあその方がまあすごくこう個人的にはありがたい話なんですけど、最近こう今までプリキュアを見るような方じゃなかったんですけど、20周年っていうきっかけがあってそのヒロプリの同時視聴を始めてくれたんですよね。もうプリキュアファンプラス VTuber ファンである自分としてはもうめちゃくちゃ楽しくて毎週楽しくリアタイさせていただいております。ちょうどこのラジオ動画を撮る1時間ほど前にもですね、ヒロプリ5話の同時視聴を先ほどやっておりまして、同時視聴しておりましたけども、いいですね。この大好きにゃんこさんがおっしゃってる通り、ただ見てリアクションするだけではなく終わった後にちゃんとねこう総括してくれるんですよね、感想を喋ってくれるのが。それがすごく個人的に自分も楽しくて、なんかまあ軽い考察もするんですよね、今後どうなるんだろうねっていう話もしてて、それもまたね自分結構こう物語の先々を考えるのが好きなタイプの人間なので、それもまたすごく楽しく見れていて、なんかすごく毎週毎週幸せな時間を過ごしておりますね。ただねこうその同時視聴でコメントを打つときにどうしてもこうグッとなってしまうのが、まあそれなりに自分プリキュア知識はまあガチ勢では自分ないので、あくまで自分エンジョイ勢なのでそんなに知識がある方ではないけど、でも一応全シリーズを見ているのでそれなりに
浅く広くな知識は持ってるわけなんですよ。だからなんかこうプリキュアを同時視聴しててなんかお話ししてる時にこうマウント取りたくなっちゃうんですよ本当にね、もうオタクの悪いとこだなって思うんですけど、マウント知識を披露したくなっちゃうっていうのを必死に抑えながら、ダメだからね、もう本当にもうね、こう子さんファンがマウントしながら知識を披露するなんかもう一番ダサいから本当にオタクとして一番ダサい行動だけど、でもやりたくなっちゃう気持ちはわかるので、必死にその気持ちを抑えながら、毎週見ておりますね本当に、うん、まあでも毎週楽しいのでね、ぜひね、見てないよっていう方はアーカイブでもいいし、リアルタイムでもいいし、小野町遥さんの同時視聴を見てみてください。本当に楽しいので、うん、はい、という感じですね。はい楽しいです。はい、という感じで、時間的に最後のコメントにしようかな。ですね、ドーメツさんですかね、ありがとうございます。藤本博さんこんばんは。ヒロプリの5話マジで面白かったですね。5話と聞いて思い出したのですが、藤本さんはガチの初期幹部ピーサードを覚えているでしょうか。彼は最初の幹部にして最速で退場してしまった幹部ですが、ヒロプリには初代オマージュが多く見られるのでまさかとは思いますが、カバトンさんも早めに退場してしまうのではないかと、思っています。ゴープリのクローズのように復活の可能性もありますが、圧倒的コミカル枠で毎週笑わせてくれるカバトンですが、藤本さんはそのカバトン退場の可能性についてどう思いますかとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、いやちょっとね、カバトンさんがね本当にいいキャラなんですよ。自分なんだかんだヒロプリの中で好きなキャラ誰って言われたら、まあもちろん空晴れ渡るって言いたいところなんですけど、カバトンさんって言いたくなっちゃうぐらいカバトンさんが今好きいいんだよね、もうシンプルコミカル悪役大好きなんですよね。自分こう本当に極悪非道なことやってるんですよ。カバトンさんはもう許されないことをしてる。まあなんだら今まずエルちゃんを誘拐したっていうね、もう大罪を背負ってるわけですよ本当にもうスカイランドに裁かれるべき事案なわけなんですけど、ただそれ以上にカバトンさんの人間性がおもろいんですよね。それがすごく物語のアクセントになってるのがすごく良くて、ぜひ今後もね戦い続けてほしいと思うんですよ。毎週のようにプリキュアに挑んで、毎週のようにプリキュアにコテンパンさんにされてボコボコになって帰っていってほしいって思うんだけど、ただそのドーメツさんがおっしゃってる通り、ピーサードっていう敵幹部が初代2人やプリキュアにはいるわけなんですよ。まあ通称歌舞伎マンですけど、この歌舞伎マンさんじゃないやとピーサードさんがですね、まあすごくイケメンキャラで、もうプリキュアシリーズ初めての敵幹部、初代敵幹部なわけですよ。でももう最速で退場するんですよね。もう一瞬でいなくなるの本当にそれもまたこう伝説ではあるんですけど、カバトンさんもその系譜を追うんじゃないかっていうのがこうちらほらでも確かに聞くんですよ。ただカバトンさん今やっぱり人気だと自分は思ってるので、今後ねカバトンさんはぜひ最後まで、まあ、生き残ってくれとは言わないけどね、なんとかしぶとく後半まで行ってほしいなと思いますね。プリキュアの敵幹部って結構シリーズによってもう完全浄化されていなくなっちゃうっていうパターンがあったりとか、もしくはこう浄化されてこう清い心で復活するみたいな感じで最終的にはこう仲間になってくれるみたいなパターンがあるんですけど、いやでもカバトンさんはねもう浄化されちゃってもいいなと自分は思っていて、なんかもうその方がもう潔いなと、なんかそれの方が自分なんかいいんじゃないか、まあどうなんだろうね、でも最近のプリキュアって結構完全浄化っていうのはあんまり見ないけど、まあヒーリングとプリキュアの例もあるけど、うん、いやでもカバトンさんはね、すごくカバトンさんのいいところは、どんだけカバトンさんひどいことされてもかわいそうって思えないのがすごいなと、もうそれはカバトンさんの才能だなと思っていて、ぜひもう毎週ボコボコにされてほしいなって思いますね。うん、いやでもどうなんだろうな、退場すんのかなカバトンさん。まあ中盤まではいると思う、なんだかんだ。でも
浄化されて仲間にっていうパターンは多分ないと思うんで、いや完全浄化のパターンあんのかな、どうだろうな、わかんないけど、いやでも完全浄化退場の可能性自分ちょっとあるんじゃないかなって思ってるんですよね、うん、どうなるのか楽しみですね。はい、という感じで、ドーメツさんありがとうございました。藤本博士の動画、はい、ということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。いやヒロプリ本当に面白いですね。なんか本当に毎週楽しく見させていただいております。なんかね、本当になんかこう空晴れ渡るという人間性、そしてキュアプリズムというマシロちゃんという人間性が本当に素晴らしくて、ストーリー構成も素晴らしいし、演出も素晴らしいし、なんか20周年作品にふさわしい今作品を毎週ご褒美のように楽しんでいるなと、一プリキュアファンはそうひしひしと感じております。はい、という感じで、ではでは今週はそんな感じで終わっていきたいと思います。最近のプリキュア事情で言うと、まあなんと言ってもヒロプリ面白いっていうのと、まあオールスターズ F の情報が解禁されたっていうところでプリキュア界隈盛り上がっておりますね。あとは全プリキュア展の名古屋が始まるんでしたっけ。自分は名古屋大阪は行く予定ないので、まあ東京一回行けたからね、とりあえずいいかなと自分は思ってるので、まあ行く方はね楽しんできてくださいという感じですね。うん、はい、という感じで、ではではそんな感じで今週は終わっていきたいと思います。このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時20時に投稿してるんですけども、収録録音をしてるのは3日前の月曜日が最近多いので、できれば月曜日までにコメント残していただければ紹介できる確率はアップするのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ということで、ではではこんな感じで終わっていきたいと思います。いやひろっぷり本当に面白いね。うん、はい、ということで、また来週木曜日の、ラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画のお相手は藤本博士でした。ではでは。